なるほど。よくわからんということだけはよくわかった。裁定者よ、悪いがもう少し詳しく聞かせてもらいたい。状況を飲み込もうにも先の言からではいささか察しきれぬところも多い。まったく、さじにこだわるものよ。この俺に死を抹殺に至るまで懇切丁寧に説明させるつもりか。いや、無用だ。マスター。つまり、死を抹殺を把握する必要もない。そういうことだろう。それでよい。では、以下省略だ。やれやれ。ほどなく第一の試合を始める。それまでに、覚悟を済ませておけい。月よりも輝く願望期か。仮にそれが本物だとしても、どれほどの力を持っているのかは分からんな。キャスター陣営のように参戦を辞退するという手もあるが。まあこういう時はおとなしく状況を楽しむのが上策だろう。願望期が手に入るかもしれん以上、手を抜く理由もないがな。なるほど、マスターらしい。無論私に依存はない。サーヴァントとして主の方針に従おう。ありがたい。悪いがしばらく付き合ってくれ。負い目に感じる必要はない。むしろ私にとっても望むところだ。主君の勝利を見届けることこそが今も昔も変わらぬ私の願いなのだから。そうだったな。ほう、その顔、覚悟は決まったようだな。では第一の試合を開始する。試合の内容もわからんまま自分の拠点に帰らされるとはな。手がかりという手がかりもない。黙って主催の指示を待つべきだろう。だが指示といっても無事に着いたようだな。そう驚くな。俺ともなれば天より語るなど造作もなきこと。では改めて、これより第一の試合を始める。ここでは貴様らの知恵と気骨を試す。いずこかに我が秘蔵の宝物を隠した。各所の手がかりを頼りに見事探し出してみせよ。物探し。他の町ならばいざ知らず、赤坂であれば土地勘もある。これは思わぬ行幸だったな。甘いわ、間抜けめ。俺は試合と言ったぞ。宝物を求める者、貴様らのみと思わぬことだ。宝は一つ、求めるは二組。つまり。なるほど、早い者勝ちか。しかり、あえて若旦那らしく言うならば、先着販売売り切れごめんというやつよ。実にわかりやすい言い回しだ。それで、裁定者殿、俺たちの探すべき宝物とは
一体こたび貴様らが求めるべき宝物は星々よりきらめき太陽よりまばゆき超一品美の具現たる俺の黄金像だ。三千たる輝きを前に腰を抜かしてくれるなよ。すごいな自信が。黄金像とは実に分かりやすそうだ。この目で拝むのを楽しみにしていよう。うん、では解くゆけ。ひとまず街の中を探してみるか。あれは将軍、どちらにいらしたのですか。なかなか戻られぬので皆心配しておりました。ああ、その何と言ったらいいか、ちょっとした野暮用でな。マスター、彼女らの手を借りれば黄金像とやらも早く見つかるのでは。下手をしたら英霊との戦闘になる。いつぞやと同じ鉄を踏みたくはない。了解した。何、問題はなかろう。では玉蓮、また後で。そう遅くはならんと皆にも伝えてくれ。さて、この広い赤坂の町でどうやって像を探したものか。昼間から出歩けるのは幸運だが、手がかりもなく探すのは骨が折れそうだな。町の各所から魔力を感じる。おそらく裁定者が残していったのだろう。黄金像探しの手がかりとしてな。随分と手が込んでいるな。だが他に手もない。追ってみよう。しかし町中を駆け回っての宝探しとは、なんというか子供の頃を思い出すな。違いない。探す宝が願望記というのが大行ではあるが、私が魔力をたどろう。マスター、当たりを引けるよう祈っていてくれ。黄金像、これは何の変哲もない酒だな。どうやらこれが魔力の源のようだ。つまり外れの品といったところか。仕方がない。どうだマスター、休憩がてら一杯。おお、実は喉が渇いてきたところでな。ありがたくって飲むものかよ。そうかそうか、ならば私が飲むとするか。飲むな飲むな。アーチャー、今日は少し高揚してないかなどという冗談はさておき、他の気配を追ってみるとしよう。マスター、急に戻らないでくれないか。マスター、気をつけろ。この魔力は黄金像ではなく。怪異とは放っておけんな。やるぞアーチャー。この一撃でよっ。
見せてやろう、焼き払え。怪異を片付けられたのはいいが、ここも外れか。なかなか見つからんな。敵方よりも早く当たりを引きたいところだが。見ろ、マスター。随分と古い呪札な。見るに守護の札だったのだろうが、こうも禍々しい魔力を放っているのは劣化のせいか、それとも英月の義のせいか。先の怪異もこの魔力に当てられたのかもしれん。持ち帰って処分した方がいい。ああ、そうしよう。しかしここも違うのか。まだ諦めるのは早いぞ、マスター。他の魔力をたどってみよう。次の魔力は他よりもいささか濃いようだ。気を引き締めて向かうとしよう。さて、この辺りのはずだが。早く逃げなさい、早く。ここは私が引き受けます。この声、玉蓮、なぜここにいる。気持ちはわかるが話は後だ。手早く片付けるぞ、マスター。さて玉蓮、詳しく聞かせてもらおうか。兵を動かしたのはお前だな。そして魔力をたどり怪異と鉢合わせた。はい、黄金像を探しておりました。なるほど、私たちの話を聞いていたのか。軽々に口に出すべきではなかったな。ご恩に報いるつもりが結局また助けられてしまいました。また？故郷を失ってさまよっていた私たちに同志としての居場所をくださった。ただその恩に報いたい。私も皆もそう願っているのです。その気持ちはありがたいが、戦場でこんな真似をすれば厳罰は免れんぞ。は
申し訳ございません。だが誰が一番悪いかといえば、お前たちにきちんと説明しなかった俺か。今ちょっとした厄介ごとに巻き込まれていたな。他陣営との試合の最中なんだ。試合？ああ、いささか状況の説明が難しいな。これは己の目で確かめた方が早かろう。試合が終わったら一緒に闘技場に来てくれ。ついでに一つ声援でも送ってくれると嬉しい。はあ、正直理解が及んでおりませんが、お役に立てるならば喜んで。しかし黄金像はどこに？町の中はくまなく探したはずなのですが。町の中はくまなく。あ、待てよ。どうした？うちの屋敷がまだだ。あった。まさか屋敷の中に隠されていたとは。何でもありだな、あの主催は。屋敷には結界が張られているのみならず、魔力を放つ霊槽も数多く保管されている。そこに黄金像一つが紛れ込んでいても探ってみようとは考えない。思考の資格を突かれたわけだ。すっかり出し抜かれてしまったな。すまない、私としたことがこの程度のことに気づけないとは。気づかなかったのは俺も同じだろう。ま、象が手に入ったのだから全てよしだ。より、急げ、こちらだ。おっと、この声は。テイ、それにアーチャー、どうやら一足遅かったようだな。むむむむむ、まったく、イオリが悠長にしているからだぞ。腹が減ったから屋台に寄りたいとごねたのはどこの誰だったか。あ、いや、悔しいが、こたびは敗北を認めよう。貴殿らに負けたのなら悔いはない。他の町ではこうはいかなかっただろうよ。地の利があった、それだけのことさ。負けたのは大層悔しいが、君たちだからこそここは譲るぞ。両者待てい。この声、何を円満に決着させようとしている。つまらん、あくびが出るわ。若旦那、この勝負、確かにアーチャー陣営が宝物のもとに先にたどり着いた。だがまだ勝負は決まっておらぬ。我が宝を欲する者はそれにふさわしい気骨を示すのだ。己の力を振り絞って戦い、最後に立っていた者が宝物を手にする。つまり第一の試合の勝者となる。いざ尋常に戦うがよい。だそうだが。待て待て、屋敷の目の前だぞ。せめて場所を変えさせてくれ。ならば特製を。あまり俺を待たせるなよ、雑種ども。強引すぎる英雄だな、まったく。このような像のためにテイラと争う羽目になろうとは。セイバー、ほどほどに頼む。町を壊すなよ。せめて人払いする間だけでも与えてもらえればよかったのだが。そういう制約の中での戦いと考えれば、それはそれで面白いかもしれんぞ。
いつまでさえずり合っている雑種ども。号令が必要なら俺がくれてやる。いざ開始。お前ほどの剣士を相手取るとなると俺にはいささか荷が重いな。剣さんもよせ。貴殿も相当な腕だろう。一撃で行くぞ。セイバー、分かった。味わうといい。引き離せ。見せてやろう。焼き払え。このまま負けてなるものか。鍛錬を積まねば。なかなかやる。お褒めに預かり光栄だ。竜巻せよ。この一撃で。せよ。まだ死ねない。竜巻せよ。見せてやろう。焼き払え。受けよ。諦めろ。この一撃で。そこだ。放つ。この一撃でそこだ。いや、その程度か。鍛錬を積まねば。セイバー、こたびは俺たちの負けだ。こたびはだそうだ。次もこちらが勝てるよう研鑽を積んでおかねばなるまいよ。悪くない健闘ぶりであった。
そちらの干渉がなければもう少し穏便に済んだ気もするがな。俺こそが親善試合の規則ゆえに俺の言は絶対よ。アーチャー、この手合いに小言は通じん。羽を伸ばす気を得られたと前向きに捉えよう。そうだ、ところでこの黄金像はどうすれば。俺を楽しませた褒美だ、ありがたく受け取れ。次戦はいよいよこの闘技場で行う。開始の時まで観覧席にて身を休めておけ。時がないか。良きかな、愉快。うむ、戯るか。ああそうだ、先に授けた黄金像だが、ただ眺め回すだけが使い道ではないぞ。ではどう使うのか、答えを知りたくば己が足にて探し当てるがよい。使い道ね、ひとまず闘技場を歩き回ってみるか。将軍、その、そうしょぼくれるな。失敗の一つや二つ、むしろ失敗にこそ学びがある。一つ成長できたと思えばいい。はい、肝に銘じます。休憩の後、次の試合が始まるそうですね。皆のためにもどうか無事に戻られますよ。いや、おお。そりゃそうと、では後を託したぞ。俺たちの分まで勝ち残ってくれ。ずいぶんあっさりとしているのだな、イオリ。元より大それた望みは持ち合わせぬ身だ。観覧席から貴殿の健闘を祈ろう。負けたのだから文句は言わぬが。その剣を解き放たれたら勝敗は変わっていた。赤坂の町をおもんぱかってくれたこと感謝しよう。シャイと言ってはなんだが、親善試合を制した暁には一つ宴でもどうだ。ちゅるりならば、締めのお身をつけも頼む。よし来た、任せておけ。これが使い道なのか。この台座に何の意味が。あのサーバントのことだ。何もないとも思えんが。前田あり、またのお越しを。
支度は頑張れよ。おお、これは驚きだ。アサシンのマスターがあのコイエットの娘だったとはな。部下が随分と世話になったようだ。君のサーバントにもよろしく伝えてくれ。そうね、言葉の通りに伝えておくわ。それで取引というのは？当然次の試合のことよ。この願望機は譲っても構わない。もちろん試合は棄権しましょう。なるほど、悪くない。で、俺は何を差し出せばいい？私の父の南海での活動にこれ以上邪魔が入らないようにして。あなたならできるわよね。今父が動けなくなると困るのよ。願望機と引き換えにするには安すぎるけれど、あなたに有利な分にはいいのではないかしら。確かに海賊を黙らせる程度であればさしたる手間もなく片付くが、悪いな、その取引には趣向しかねる。君も分かって言っているだろう。報奨の願望機が本物であるかも未だに判然としていないんだ。不確かな品を質に不確かな結果を買う、信用のない相手と交わす取引じゃない。そう、不確かなものでも利があるなら扱うのが商人よ。あなたの父親ならば交渉のテーブルについてくれたと思うけれど。俺は父のようにはなれんよ。なるつもりもない。ま、そういうことだ。互いに後腐れなく戦って決着をつけよう。仕方ないわね。闘技場で会いましょう。商人ではなく貴族として相手してあげる。ならば俺も憔悴として体操か。互いの願いをかけた奪い合いの戦争だ。江戸に住まいし雑種どもよ、この豪華絢爛な闘技場によくぞ集った。慶安親善試合、その第二の試合が間もなく開始する。実はすでに第一の試合が取り行われたのだが、貴様らに見せるのは手間なので以下略とする。これより舞台に上がるは晴れて第一の試合の勝者となった二組の主従どもである。いざ刮目せよ、挑戦者入場。西からは帝聖光とアーチャー。荒波を越えてたどり着き、欲するものは目の前だ。気張ることだな雑種。無論貴様の対戦相手も同じだろうがな。東からはドロテア・コイエットとアサシン。愛も変わらず異様のアサシンよ。従者としてはよくとも取引には向くまい。信頼こそが商取引の秘訣という、そんなことも知らんのか雑種。語る言葉はないときたか。実に潔い。さて、両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負、第二の試合を開始する。コイエット家の誇りにかけてここで叩き潰すわ帝将軍。ドロテア・コイエット、
戦というものを教えてやろう。マサシ、やりなさい。よかろう。逃がさない。この一撃で、決着をつけるのも悪くあるまい。闘技場をいさせて狭いんだ。愉快。勝者は帝聖光並びにアーチャーである。勝ったな、マスター。ああ、皆への申し訳も立つというものだ。負けたわ、腹立たしいことにね。お父様ならどう戦ったかしら。切り札を切るべき時だった。悔いが残るか。いえ、でも彼との因縁が断ち切れたわけではない。2が続けば再びやり合うこともあるでしょう。その時にどうするか考えておかないと。何をグダグダと話しておる。この後も試合が目白押しなのだ。これにて第2の試合は終了。貴様らは残らず観覧席へ戻れ。この親善試合、結構な面倒があるようよ。あなたも感じたでしょ。そのようだな。忠告、痛み入る。やはり抜け出ていたか。まったく、余計な手間をかけさせよって。こうなっては。将軍、さっきの戦い。ああ、妙な気配があった。強大な存在に見られているかのような。やはりどうかご用心を。この試合、裏があるように思えます。やったな。いや、
テイ、貴殿の願いは承知しているが、アーチャーの願いとは一体何だ？三国志演義を書き直す。は？召喚間もない頃にアーチャーが自身の口で語った望みだ。冗談ではなさそうだ。願いにもいろいろあるのだな。やるではないか、テイ。実に胸躍る戦いであった。貴殿にそう言ってもらえるとは光栄だ。次の試合も情けない戦いはできんな。決勝ともなれば敵も強者だろう。くれぐれも気を抜かぬようにな。あら、次も頑張りなさい。応援していてあげるわ。私はこのアーティファクトとは縁がなかったみたいだしね。すがすがしいな、君は。さすがというか、なんというか。目的は目的、手段は手段でしょ。英月は譲らないわよ、あなた。この気配、久しいな。手を貸そう。よっ。ごゆっくり。前田アリ、またのお越しを。